決壊した堤防には国土交通省の調査チームが入りました。溢れた川の水が堤防周辺を削り取り、大規模な決壊に至った可能性があるということです。国土交通省の調査委員会が現場の確認を行っています。13日の午前、大学教授などの専門家で構成される国の調査委員会のメンバーが決壊した堤防周辺に入り、堤防の断面を測るなど現場の状況を調査しました。堤防が壊れた原因については、まず大雨の増水で川があふれ、その水が堤防周辺を削り取って破壊する越水破堤の可能性があるという見方を示しました。今見た限りでは地盤の方はなんか、しっかりした地盤があるなと、だんだんと削るして崩していったのかなというふうな感触は受けました。調査委員会はさらに詳しく原因を究明していく方針です。